メッシェシュルジロンドは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域圏、シャラントマリティーム圏のコミューン。レギュルの洞窟住居、アンシャンレジーム時代は、サントンジュ地方に属した。ジロンド川川口に面し、コートド・ボーテと総称されるリゾート地の一つである。コミューンの大部分が、石灰岩室の大地上にあり、一部は浸食された、砂地に覆われる。広大な湿地が、 コミューンの北東、南部に伸びる。コミューン内に残る森林は、昔からある歌詞で構成される。移動する砂丘を食い止める目的で、19世紀に松が植林された。ガリア時代の墓が発見されている。レギュル山たたの海岸には、石灰岩質の崖を掘って作られた洞窟住居がある。住居としての目的のほか、穀物倉庫や野党の隠れ家にされ、 ユグノー戦争時代にはユグノーが避難した。デビレジェスデカシニーオコミューンズディーウジャードヌイ。2010年8月6日閲覧。エベルーシオン・インストラクチャー・デラ・ポピュレーション。2010年8月6日閲覧。リーセンスメント・デラ・ポピュレーション・ a u 一・ ER ・ジャンビエ2006。2010年8月6日閲覧。ありがとうございます。